はい、皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家でバンチャー、早速始めていきたいと思いますけれども、今日はですね、まずテーマ発表させていただきますよ。ということで今日のテーマはスーパーのおでんで飲む、そんな感じです。では早速行きましょう。まずはいつものようにこれから。はい、今日の一本目はこれ、キリン晴れ風ですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについでいきます。はい、ちょっと泡多めかな、まあいいでしょう。ではいきます。人は乾杯の数だけ幸せになれます。全国の皆さん、ご一緒に乾杯しましょう。いきまーす。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。風呂上がりのビールは最高にうまいね。そんな感じです。はい。では今日のおでん紹介していきますよ。これはスーパー平和堂さんで名人が買ってきてくれましたよ。まあよくスーパーに売ってるパックのやつやね。まあこれもね、最近はめちゃくちゃうまなってきたからね。安いし。はい、いろいろ入ってて、これね、7種12個入ってるらしいね。そしてこれね、一つじゃ少ないんで、同じやつもう一つ買ってきてくれてるよ。だから今日はこれ2パック2袋ね、食べていきたいと思いますけど、これやっぱり鍋で熱々にして食べたいから、まずは鍋にちょっと移し替えてきますよ。少々お待ちください。はい、そろそろいい感じに煮えてきたね。では早速いただきますよ。はい、では取っていきたいと思います。めっちゃ美味しそうやね。いい感じ。はい、こんな感じで食べていこうかな。はい、まずはオーソドックスに和がらしでいただくよ。はい、まずはこの丸天かな、これをいただきますよ。めっちゃ美味しそう。これはね、お手軽でいいよね。温めるだけで食べれるからね。はい。まるでうまいね。ほんと、からしも結構効いたよ。もちろん、ビールに合う。はい。そして次は、この昆布、いただくよ。
部俺大好き、めっちゃうまい。これはビールが進むくん。はい、そして次はこの卵いただこうかな。卵にはこれかけていくよ。はい、一味ニンニク、これでねピリッとして、ニンニクでうまさも増して、これでうまなってるよ絶対。はい、ではいただきます。はい、では俺の大好きな卵ちゃんいただくよ。これはうまいね。ピリ辛になって、ニンニクで旨味が増して、最高やね。うますぎて、一本目、終了。そんな感じです。はい。2本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについでいきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。やっぱりうまい。はい、では次のやつ取っていきますよ。はい、これはちくわとこんにゃくかな。定番中の定番やね。そしてやっぱり大根もいるでしょう。っていうことで、もう定番中の定番3品、これ食べていくよ。はい、そしてこれには生姜をね、つけて食べていこうかな。もうこれいっぱいね、のして食べるとうまいからね。生姜ってうまいよね。しかも、かけすぎ OK やからね。では、いただきます。はい。では、たっぷり生姜が乗った大根からいただこうかな。はい、大根ってめっちゃ生姜合うよね。これはうまいよ。これは言うことナッシング。はい、さらに次はこのちくわいただくよ。生姜たっぷりのせて食べると最高にうまいね。間違い、Nothing。 スーパーのおでん、安くてうまいね。
ほんと手間いらないからいいよね。温めるだけっていうか、鍋で煮て、ぐつぐつ煮て食べたら、もうほんといいよね。それだけで最高のおでんが食べれる。スーパーでもこんなにうまなってるんやね、最近はね。ところで、サルキチ君、今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、サルキチです。やーちんさん、これはですね、キリンの、本キリンのショート缶。これどうしたかっていうと、もちろんそこでおでんパクついてるあのおばはんにもらいました。なんでかっていうとね、あのおばはん今日夕方仕事から帰ってきて、玄関ガラガラって開けるからされちゃう。ドドドって言って、おばはんさん、今日もお勤めご苦労そうでしたって言ったら、あ、サルちゃん、今日私結構ご機嫌よ。なんでかわかる？まあ、わかりますけどね。おでん、スーパーのおでん、できたおでんっていうか、パックのおでん、買ってこいって言われて、それで、まあ、何にもせんでいいからね、おばはんは。だから、ご機嫌なんでしょ？って言ったら、ちょっとなんか、カチンと来そうやったけど、まあ、その通りやね。まあ、当てられたからしゃあないね。はい、当てたご褒美の、はい、本麒麟どうぞ、ショート缶。で、くれたんです。まあ、ようわからんけど、当たっても当たらんでも、なんか、くれるみたいやったけど、まあ、とりあえず、今日はね、遠慮せず当ててみましたよ。まあ、誰でもわかることやからね。なあ、ワン。まあ、もらったからには、お礼言っとかな、また、しばくでしょ、あんたは。なあ、おばはん。はい、うなずいてます。ということで、お礼言っとくよ。おばはーん、おばはーん、今日も本麒麟のショート缶くれて、ありがとうの。それだけ言っとくね。そんな感じで、今日は普通に普通の本麒麟のショート缶もらえたサルちゃんです。以上。そうやったよね、サルちゃん、もらえてよかったね、普通のビール。まあでもサルちゃん本麒麟好きやからいいよね。と言いながら、ふと時計に目をやると結構いい時間になってるんで、撮影はこの辺でもう終了とさせていただくよ。俺はこの後まだまだおでん食べてビールガンガン飲むからね。結構やっぱりスーパーのおでんってうまいからガンガン食べて飲みたくなる。そんな感じよ。ということで、今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念。また次回も見てね。やるぴくー。